クランバースパニエルはイギリス原産のスパニエル犬種である。古い犬種で重量があって風格があるところからスパニエル界の貴族などと呼ばれる。寮から帰る入荷する公爵。4匹のスパニエルを従いている公式の歴史によればフランスの寮犬を先祖とする。アルパインスパニエルやバセットハウンドの血を引くとも言う。伝説では1789年の フランス革命により処刑されることとなったノアユ公爵が自らの飼っていたスパニエルを犬舎ごとイングランドの入滑する公爵に送ったのが始まりというがすでに1770年頃にフランスから入滑する公爵に犬が送られた記録もあるといい1788年に描かれた入滑する公爵が複数のスパニエルを連れた肖像画もあるまたより早くに スペインから持ち込まれ、キャバリア、キングチャールズ・スパニエルの元ともなった赤や金色の縁を持つ白いスパニエルを祖先とするという説もある。いずれにせよ、研修名は入荷する公爵の領地である、ノッティンガムシャーのクランバーパークに由来する。19世紀を通じて、クランバー・スパニエルは人気があったが、厳しく管理され、入手は難しかった。イギリス王室でも買われ、特に、 エドワード7世やジョージ5世に愛されたことが知られる。第二次世界大戦後は人気が衰退し、イギリス国内での登録件数は、スプリンガースパニエルや、コッカースパニエルの100分の1以下という。また、猟犬としての活躍の場は減り、主にペットや、消毒として買われるようになった。これに伴い、より重量感のある答えが好まれるようになった。一方で、 実料権としての容姿、能力を維持しようとする動きも起こった。イギリスでは、1980年代後半以降、ワーキングクランバースパニエル協会が、ザケネルクラブの研修標準とは異なる基準で、実料権としてのクランバースパニエルの維持に努めている。日本では、多くの都市において、ジャパンケネルクラブ20数頭から数十頭の登録がある。対抗は、 オス48から 51cm、メス43から 48cm、体重はオス32から 39kg、メス25から 32kg の中型犬。体格はがっしりとして重量感があり、やや胴長である。これはバセットハウンドを交配したためとも言う。主にフラッシングドッグとして使われ、深いヤブの中で鳥やウサギを見つけ出す役割を担った。 整然とゆっくり歩くため、漁師は徒歩で漁を行うことができる。年配のハンターのお供として使われたとも言われている。伝統的には群れで使われたが、現在は一般的に一頭か、数頭のみが用いられる。歩く時にあまり音を立てないので、主人は首輪に鈴をつけて犬の位置を把握する。マズルの長さは短めで、頭部は大きい。首も短く太い。 耳は垂れ耳で、尾は飾り毛のある垂れをだが、ダンをして短くすることもある。現在は動物愛護の観点から、ダンをしないブリーダーが増えている。コートは豊かなウェーブがかったロングコートで、毛色はホワイトにレモンのハンが理想とされるが、オレンジのブッチも認められている。抜け毛が多いのはバセットハウンドの血を引くためとも言われる。嗅覚がとても発達している。 性格は、おっとりしていておのわであり、攻撃的な面がない。しかし、自立心も強く、エネルギッシュで活動的である。見知らぬ人や犬とはあまり積極的に関わりたがらない。しつけに時間がかかる根気のいるタイプの犬種だが、一度、覚えたことは忘れない。運動量は普通だが、肥満になりやすいので食事には、配慮が必要である。かかりやすい病気は股関節形成不全。 眼鏡異常、椎間板、ヘルニア、皮膚病、中耳炎などである。腰を悪くしやすいので、運動は時間をかけてゆっくりとした、ペースが良い。腰が弱いので高い場所からの飛び降りも注意。夏場の熱中症に注意。高温多湿な日本で飼うには、難しい犬種と言える。ありがとうございます。